今日も皮膚科の管理、皮膚の管理科でございます。こんな感じ。トッポギを食べに来ました。ほら、ああトッポギー、チャルモケシミダー、ドゥセヨー。ああ、マシケマガサイネスフリーもこんな感じで普通にいっぱいあります。ビルに、渋谷にありますよね、イネスフリー109かな。あ、本参道にもあんのかな、原宿か。こんな感じで、うわ、ホット、間違えた。パッピンスを食べに来ました。デザート、食後のデザートでございます。わお、パッピンス、私の大好きなマンゴーチーズパッピンス、これもめちゃくちゃうまそうだな。雨、スコールですね。ちょっと収まりましたけど、はい、本日の、2回目の皮膚科でございます。비싸졌다너무많았고여기전체몸전체이가격이게처음이라ダイソーにも VT コスメがあります。500円、これもセンテリアの会社のかな、確か姉妹ブランド。コンビニでタンパク質、オリーブヤング、かわいいなこれ。いや、なんだ、うわ、これすごくいいですね。このあれですね、スティックパフューム、タンバリンが流行る中でこれもめちゃくちゃおすすめ。3100円ぐらい。ヘッドスパセブンのトリートメントいいから、このシャンプーめちゃくちゃ良さそうだな。オリーブヤングで買いましたね。オリーブヤングでした。いいの？靴をちょっと見に来ましたが、ここはサロモンがないですね。もこ、こんちゃん、こんちゃん、暗黙にかけちゃう。お風呂あんのにか、ちょわひなみゆくて、最大限。はい、こちら、百貨店
デパートでございます。 CP もある、ストランドもある、よく来るところでございますね。混乱ショップ、いい家具がいっぱいあるところの混乱ショップ。カフェ、いい感じのカフェで、酸味があるコーヒーが好きなんだけど、酸味があるコーヒーもあるみたいなのを頼んでみました。初めて来ましたね、こちら。どうなんだろう、ローカルローストさ、よぎ、豆もありますね、ウォンドブルースとスムーズ、ミディアム、ストロン、はい、来ました。飲んでみましょう。かわいい、ちょっと飲んでみますね。寒いね。トレーダーズ、コストコみたいなとこ。コストコ、ちっちゃいコストコだ。うわぁ、すごいですね、コストコと同じですね。コストコと似てる。